HE46HE46 HE はドイツのハインケル社で製作され第一次世界大戦と第二次世界大戦の間にドイツ空軍等で採用された単発の偵察機である第二次世界大戦開戦直後まで第一線部隊で使用されたドイツ航空運輸委員会の 近距離偵察用の機体の開発以来に基づいてハインケル社が開発した機体が HE46 で試作第一号機は1931年末に初飛行した。HE46 は交換骨組にハフバリの胴体の単発機で高翼パラソル式の主翼は約10度の高体角がついていた。エンジンは試作1号機ではブリストルジュピターを搭載した。 テストの結果、エンジンを強化し、主翼面積を22%増積した方が、HE46C として採用されることになった。HE46 は1933年から生産を開始し1936年までに約500機生産された。飛行性能はおおむね良好だったが、エンジンの振動がやや激しいことが欠点であった。ドイツ空軍では、 第二次世界大戦開戦時のポーランド侵攻やフランス戦まで使用された後 HS-126 と交代して第一戦部隊から引退し訓練用に使用された。その後東部戦線において夜間侵入爆撃任務にも使用されたが旧式すぎたため1943年中に使用は中止された。ドイツ以外ではブルガリア、ハンガリーに輸出された。また、 スペイン内戦においては20機を近接支援用に送り込んだが振動に悩まされたため結局訓練用に使用された。ありがとうございます。